皆さんこんにちは、ハリーです。ボッティラッシュ都市でかーい。今回なんですけれども、とりあえず飛び込んじゃ、緊急事態です、みんな。早速やっていこう。いや、毎日最新情報でリアルタイムで一緒にワクワクしてくれてるハリーチャンネルリスナー、ハリナーの皆さん、いつもありがとう。今日はね、ジャンプフェスタ、ないかもしれないということについてお話ししていきます。早速やっていこう。まあ、いつもならね、昨日、今日どっちかで、ジャンプフェスタ自体の情報解禁となりまして、バウンティラッシュが登場するみたいな、ガチャが登場するみたいなことが発表されるのがいつもの傾向でした。まあ、同時にねガチャ等で祝ってくるっていう傾向もあったんだけど、今日の2時期待してたよねみんな。何もありませんでした。なんだ拍手これ。待ってたけど何にも更新がなかった。みんな更新がなかったからどうしたハリーって思ってるでしょ。いやこの後どうなっていくんだっていうすっごいワクワク展開だよみんな。まずね考えられることとしては、生配信情報はまだ今日の夜にでも出るっていう話。まだねみんな諦めない方がいいよ。生配信情報とかそういう緊急情報ってね、バウンティーたまーに夜に来るから、すっげー夜中に来たりとかするからね。だからみんな待っておこう。そもそもフェス限キャラクターの情報とかって基本的に夜だしね、10時に出たりするから。まあそれでも最近は12時に画像が公開されて10時に PV が出るみたいなことってよくあったんだけどさ、今回はなんかちょっとそんな感じはなさそうだよね。だけどまあ一応直近ということもあるので、今日の夜からまあ待っておこう。昨日の動画見ていただきましたか。今日から含めて約4日間の間でジャンプフェスタの情報が出たりするかもしれないっていう動画の内容になってます。詳しい情報はそっちの動画からご覧ください。そして考えられること2つ目、生配信はそもそもなく、シンプルにジャンプフェスタを祝う記念ガチャのみの当日サプライズで来て、超ベストの実装はなし、そういう話になるかもしれない。よいしょ。いや、こういうのまあ全然あると思うよ。事前の情報解禁がないということは生配信がないということ、生配信がないっていうことは超フェスの登場もないっていうことなので、まあ基本的にはフェス限キャラしか期待ができないっていう話になってきます。まあ、だけど気がかりになってくるのは、ジャンプフェスタを祝わない気なのかバウンティラッシュってこと。いや、これまでね19年から約3年くらいかけてずっと登場してたわけよ、ジャンプフェスタ記念って。カイドウが出たりさ、ホールケーキサンジとかドゾロが出たり、去年はヤマトが出たわけ。今年何にも出ないってちょっと思っちゃったよね。いや、さすがにそれはないと思うんだけど。いや、有名タイトルゲームになったとはいえさ、やっぱりジャンプフェスタ祝ってほしいじゃん。だからまとめガチャでもいいからジャンプフェスタ来てほしいって僕は思ってます。いや、みんな願っておこうね。いや、来ないなんていうことあんのかな。いや、でも来るんだったらね、17、18のジャンプフェスタ当日になると思うので、せめて17日にお願いします。僕ジャンプフェスタ18日行きたいので、動画作っていけなかったとか嫌だからマジで頼むぜ。そして考えられること3つ目、19日のイベント全更新の日でオデッセイコラボとともに始まる。いや、これも全然あると思うよ。19日にもうすでに情報解禁されてますオデッセイコラボ、バウンティラッシュが第1弾を務めます。おめでとう。いや、これは素直におめでとうなんだけど、オデッセイコラボとともに新しいイベントが始まるんじゃないのって話ね。そもそもオデッセイコラボでさ、誰が何がどう出んのみたいな、イベントの情報すら全然分かってないから、全然何にも分かんないイベントなわけよマジで。だけどね、それもそのはずでさ、これまでゲームとかコラボしたことないから、バウンティラッシュって。だから本当に楽しみだよね、何が起こるのか。まあ、それと合わせてジャンプフェスタ記念も祝ってくるんじゃないかって話なんですが、やっぱジャンプフェスタ終わってからジャンプフェスタ祝うか普通。いや、そんなことないよな。だからもしかしたらジャンプフェスタっていうのはもう消え去った方がいいかもね、頭の中からいや、ジャンプフェスタ来てくれマジで。そして4つ目が、22日に新フェス限としてワノ国第3弾を祝うキャラが登場するっていう点で、いや、これもあるよみんな。22日に何があんのってことなんだけど、ワノ国第2弾ドレークがガチャが終わります。なのでこれが終わるとともに、基本的には何々シリーズガチャみたいなのが来た時、第1弾第2弾って来たら基本第3弾があって、第3弾がフェス限とか超フェスだったりするのよ。まあ、去年だったら異常が第2弾できて、ヤマトが第3弾目でワノ国できたでしょ。そんな感じで今回もヒョウゴロウドレークって来たから、ワノ国第3弾で誰が出るのって話になってるじゃん。22日が更新っていうのもあるので、ここでワノ国第3弾が出るんじゃないのって巷では言われてるんだよね。でも僕気づいちゃいました、今日ガチャポイントと合わなくなっちゃうねこれだと。ガチャポイントっていうのはダイヤを使ってガチャを引いていくとポイントが溜まっていくんだよね。10連引くと10ポイントとか溜まるわけで、それが150ポイント、つまり15回分750個ダイヤを使うとブラックチケットポイントが1枚溜まりまして、それが溜まると何があるかっていうと、フェス限キャラだったりとか、その時に来てる目玉ガチャのキャラクターが1体確定で当たるようになってるんだよね。今回はそれがおでんのガチャだったの。
の紫龍とかジャッジとかが当たるガチャに加えておでんが最終的に当たるようなガチャになってたから確定で当たるガチャだったんだよね。今回変わるのが19日になってんのよ。ということはこれまでの傾向を混ぜてみると19日にフェスゲンキャラの更新が行われなきゃおかしいわけだけどね、ワノ国編とかっていうガチャとかフェスゲンキャラとかのガチャって被ることがないんだよね。必ずどっちかが更新されちゃうようになってんの。それを加えて見てみるとさ、22日にワノ国ドレイクが終わるじゃん。でも19日にガチャポイントが変わるっていうことはこれ19日に大きなガチャが来るんじゃないのって話になってくんだよね。で僕はそれがフェスゲンキャラがまとまったまとめガチャ、これまた来んじゃないのって話。いやー全然可能性高くなったよみんな。今月のフェスゲンとか超フェスの登場っていうのは、まあ、最悪なし、この可能性も十分ありえるよ。もしワノ国編からフェスゲンキャラ登場させたいってなったらさ、19日じゃなくて22日にするはずじゃん。ワノ国ドレイクが22日で終わるし、だけど19日に更新ってなってるっていうことは、いや19日まとめガチャあるんじゃないってなると、多分22日にホリデーガチャ第1弾が終わるようになってるから第2弾が22日になって、ワノ国ガチャなんだったのガチャっていう風になりそう。なんじゃそりゃ。でも全然ありえる話か。そして最後5つ目、ワノ国フェスゲンキャラは確定チケットなし自力ダイヤで登場する説。いやこれもありえるぞみんな。5月に登場したウルティページワンっていうガチャは夢レフィーが5月5日で登場した次の週に登場してて、その月の確定チケットで当たらないようなガチャになってたわけ。つまりステップアップもなし確定チケットもなしのダイヤで自力で当てなきゃいけないっていうガチャになってたんだよね。しかも夢レフィーが登場してウルティたちが登場した次の週にはヤマトが登場してんだよね。これを考えてみると今回もそんな感じの流れと一緒だと思わない？おでんが登場してでここでフェスゲンキャラが出る、その次の月の4周年キャラ超フェスへと続く話になってくんだよね。いやこれまんまじゃん流れが。ってなったらフェスゲンキャラは19日のガチャポイントの更新では出なくて、22日にワノ国ガチャドレイクに続くワノ国フェスゲンが登場する可能性もあるよ全然。しかもねこれなった場合はステップアップとかじゃなくてダイヤで確定で当てなきゃいけないから、4周年でダイヤを使わせたい課金させたいってなってる運営にとってはその手前の12月ダイヤを使わせておくっていう戦術に当てはまってくるんだよね。いやこれ全然ありえそうじゃない？だったらみんなが予想してたワノ国キャラ出る可能性あるよ。まだ22日期待だね。さあここまでまとめてみますと、ジャンプフェスタの情報はとりあえず今日の夜まで期待しておこう。でもし来なかったらジャンプフェスタガチャはサプライズで登場みたいな感じで、まあ一旦そこで収めておいて17、18当日に出る可能性があります。そして19日はイベントとともにガチャポイントが終わるので何かしらの大きなガチャが来るかもしれません。オデッセイコラボが登場する予定なので、オデッセイがフェスゲンとして登場するのか、それともオデッセイガチャがポイントで当たるようになるのか、はたまたまとめガチャなのか、第3弾フェスゲンワノ国編なのか、そこら辺はまだ分かんないけど期待できるねここはね。そして20日火曜日はいつも通りのピックアップガチャ、22日がワノ国編第2弾が終わるので、さっきも言った通り自力ダイヤフェスゲンガチャが登場するか、それかホリデーイベントが登場するか、ここら辺になるんじゃないでしょうか。いやー楽しみになってきたね。むしろジャンプフェスタがないことによってこんなにもワクワクする、ちょっと面白くなってきたよ。とりあえず今日の夜までジャンプフェスタ期待しておこう。もし生放送の配信が来たら超フェスの可能性もあるから、いや頼むぜこっちを願ってる僕は。ということで皆さん見ていただきありがとうございました。次の動画でもお会いしましょう。ではまた、ヒヤッホー。